はい、皆さんこんにちは。本日はストラダバイシクルズ草津本店にやってまいりました。皆さんこんにちは。今日は、新しい自転車を買おうと思って見に来ました。レッツゴー。どんなんでいいんですか。はい、私の目当てはこちらの、ピナレロのプリンスですね。2021年モデルです。赤いフレームに字が白の、ピナレロのパリもあるんですけど、でも私はこの赤いフレームのこの黒い字がですね、やっぱりいいと思って、なんて言うんだろう、この女性らしさもありの、でもかっこよさもこの中にあるっていう、なんだろう、この両方のテイストが詰まってるところが私は気に入って一目惚れしました。フィッティングをしてきます。昔だったら私だと身長が多いのかなと思う。初めてのフィッティングです。靴を上にいただいて、はい、こういう感じで履いていただけますか。はい、こういう感じで。わかりました。自転車乗るような格好できてないからダメなんです。いい、全然大丈夫です。ではちょっと測りますね。ちょっとこの頭に当たります。はい、いいですか。はい、何センチ？今167あります。167.2。よかった。ちょっと伸びた。ではこのまままた下も測ります。このまま、はい、はい。この棒を上げていただいて、ぐっと上まで上げてください。はい、これぐらいいくの？ご自身でグググッと上げてもらっていいですか？両手で持ってもらって。あ、はい、わ、はい、かりました。なんかそうですね、これぐらいです。これぐらいですか。はい、すみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ置いてください。また下が長いですねこれでちょうどぐらいだと思います。今こんな感じなんですね、はい、私今までの自転車すごい高かったかもしれない。本当ですか。これで今ちょっとこう一番下にペダルが来た時に膝が曲がってるところがちょうどいいんですよ、うん、あ、伸びきってました。伸びきってる方が慣れれば、そのこの測り方ってどちらかというと初めての方が対象してるので、はい、慣れてくるともうちょっと上がると思います、うん、でこの靴自体がだいぶかかとが高いので、はい、進むのは、はい、ビンディングにするともうちょっと変わるかもしれないですけど、ね、まあ、ベースこれでいけると思います、はいはい、下ろしてきた時にちょうどここのブラケットに手があるのが理想なんです。じゃあちょっとやっぱ外側ですね。ちょっと広いのは広いと思います、うん、ただ今乗ってられるロードバイクの幅の広さっていうのもありますし、個人的にはもう一個ちっちゃいサイズのハンドル幅をおすすめします。それは変えれるってことですか。変えられます、もちろん無料で。その代わりこのハンドルはうちで引き取るので、その代わり無料でつけるという形になります。